い今緊急で動画回してるんですけど。いやだからその某有名 YouTuber さんみたいな導入やめなさいよ。はいはい堂々、おいてめえ。なことよりメガドラミニ2の収録タイトル発表第2弾が来ましたよ奥さん。いやだから誰が奥さんよ。ちなみに前回の6月3日に発表された収録タイトルはこんな感じでしたが、本日6月24日に追加で発表されたタイトルはこんな感じです。今回の発表はメガ CD のタイトルは少なめだったみたいね。てかあれかしら、今回もセガの放送見てテンション上がって勢いだけで動画作ってる感じかしら。そうですが何か。いや、うん、まあ別にいいですけれども。まあこの動画はこの前同様まだご覧になってない方を公式放送に誘導するための動画だと思ってもらえれば OK。なので今回も説明欄に公式放送のリンク貼っておきますので、まだご覧になってない方はこんな動画見なくていいから今すぐ公式放送を要チェケラです。いやだからチェケラて。いやーしかし今回は収録タイトルだけじゃなくてまさかのサイバースペックの発売まで発表されるとは驚きだったぜ。新たに周辺機器も発表されたのね。ああ。今回の収録タイトルだとアフターバーナー2とナイトストライカーとスターブレードに対応したフライトスペックだな。シューティングがより臨場感アップする感じのやつね。これはテンション上がらざるを得ないだろ。いやテンションの上げ方よ。てかまさかこれも予約したとか。いや、19,800円と本体よりもだいぶお高いのでただいま絶賛迷い中です。私としてはそのまま思いとどまってほしいんですけど。あとはあれだな、個人的にはスプラッターハウスパート2が入ってきたのは嬉しかったな。うぷ主スプラッターハウス好きだしね。まあとにかく急遽動画作ってるので何か間違ったこと言ってるかもしれないので、まだ放送見てないよって方は公式の放送見てもらったり、セガの公式 HP で詳細を確認したりしていただければと思います。ってことでまたテンションに任せて作った動画なのでだいぶ雑な感じになってしまいましたが今回は以上です。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.